はい、お疲れ様です。久々に幸福実現党さんがこういったチラシをポストに入れてくださいました。ありがとうございます。えー、釈良子さんというね、有名な方がここに出てらっしゃいます。以前私の放送では幸福実現党の党員の方をね、えー、参院選に出馬するということで取り上げてライブ放送をしたことがありますけども、反響が結構良かったですね。やっぱりこの宗教と 政治ってのはね一体化するものではないんですけどもでも宗教に関わってる政治家の方って話が分かる方が多いなと思います、まあ、その上でこの宗教団体特定の宗教団体を擁護するための政策をしたりするから私はあんまり嫌いなんですけどねまあ公明党さんもそうですしねそれから統一教会なんてのはもってのほかですけども まあ幸福実現党っていうところはね結構まともなとこじゃないかなと思ってますであとね若いんですよ皆さんねそれがいいですねで政策ははっきり言ってあのまあ30点ですね根本的に財政が借金によって成り立っているとかね国民の税金によって成り立っているっていう認識がもう全然ダメですね 税金なんて別に集めなくても国家運営はできるわけですからただし税金には財源という役割以外の大切な役割があるから必要であってね財源っていう役割はほとんどないわけですようんでも税金によって国家運営が成り立っているって思うとじゃあ国家運営の資金予算が足りないとそれは増税なり借金でって話になりますよね。 両方とも違うんですよ国債発行でいいわけですよ。まあ、日本は日本円で通貨が発行できるわけですからまあどんどんすればいいんじゃないですか今日本の資産ってのは9500兆円から1桂円の余剰金があるわけですよ世界一の大金持ちですから国民が豊かになってないのは国が栄えて国民貧しきっていうところなんですよね もっともっと国民を豊かにしなければ国民の経済活動が衰えて結果国の力は弱くなるんですよねそこを中心に、まあ、政策を作っていただけると、うん、幸福実現党さんもね目があるんですけどもね、うん、隠れ増税の例ってありますよこれはその通りだと思います、はい、まだね幸福実現党の皆さんお話ししましょう ご連絡お待ちしております。ご訪問もお待ちしております。